関西ナンバーワンホストクラブユニバース。このホストクラブにホスト未経験で入団し、わずか2ヶ月で月間売上1100万オーバーを叩き出した若きカリスマ、サコ。彼は2022年11月23日に初の個人イベントとなるバースデーイベントを開催。多くのシャンパンや高級ボトルなどで賑わせたこのイベントを経て、今回の放送では売上とナンバーが確定する11月の締め日の様子を公開。入店から1年を経て大きく成長したサトルの姿を余すことなくお届けします。2022年11月の締め日、自身のバースデーイベントを盛大に成功させ、勢いそのままに締め日のラストオーダー前からオールコールを響かせたサトル。そこから続々とシャンパンオーダーが連発。そしてここからオールコールが連発して鳴り響く。Yeah.
から先輩としてサトルを支えてきた木崎瑠衣と共に彼についてインタビューを行った。なんか嬉しいですね、めちゃくちゃ。去年の1000万とはまた違う形でいけたんで、自分的には。え、何歳？あ、20歳になりました、最近。20歳で1000、2回行くのすごいと思います。たまにやっぱ未経験の子とか見たら、あ、自分も昔こんな感じだったんだなとか思って、正直まあ年齢も未成年から大人になったんで、大人になったなってちょっと感じる部分はやっぱありますね。なんか笑っちゃうんですけど、ごめんなさい。まあでもマジで当たり前かもしれないですけど、去年1100売ってて、で先月1000売ってて、まあ、1000万売るって全員ができることではないんですよ、する中で。そうなんで、その中2回売ってるんで、タトルをこう慕う人間がもう目に見えて増えたんで、二十歳やけどちょっといいお兄さん感はちょっと確かに垣間見えるところあるっすね。まあ、冷静に二十歳で2回1000売ってるってめちゃくちゃすごいと思うんです。ほんまにホストで何パーおるのっていう状況だと思うんで、貯めてるわけでもないし、前回のと違うわけ。どんなホストもやっぱお客さん切れちゃうと思うんですよ。でもできるホストって新しく指名もらえるみたいな、常に売り上げ上げれるホストがすごいと思うんで、まあ、それはもうできてるなって思うんで、そこほんまに一番すごいなって思うんです。たくらむまたゼロから始めても、まあ、すぐ1000万売るやろうなと思うんです。ホストで一番大事な能力はそこかなって思うんで、まあ、一番ホストしてるなって思います。はい、師匠のルイさんにこんなめちゃくちゃ褒められるのはちょっとなんか、なんだろう、グーっていいのかなって思っちゃうんですけど、でもやっぱり1年半経ってもルイさんは大好きで、ちょっとイケメンなので崇拝したいっていうか尊敬したいなって思ってます。入店2ヶ月で1100万を突破し、さらに今回2度目の1000万オーバーを記録した若きカリスマ、サトル。ユニバースの次世代エースとなりうる実力を持つ彼に、これからも目が離せない。